どうしてリリが罰を受けないといけないんですか？ユリが人だって認められたなら、リリーには臨機応変な状況判断も認められているはずです。そうね。でもそれはユリが丘での話。リリー。そうね。バカな質問だったわ。いえ。そうですね。亡くなっちゃったんですね。など気取っていないで、少しは周りを頼ってみてはいかがと申し上げているんです。おお、まさか浜辺でなくした髪飾りを探す話とは思いもよりませんでしたわ。リリにはそんな風になってもらいたくないの。貸し物に便利なレアスキルなんてあったか？レアスキルは組み合わせることで無限の可能性を引き出せます。私のは天の計り目、ナノレベルで対象の位置を把握できる。ファンタズム、未来予知みたいなもん。テスタメント参ります。フミさんに負荷がかかりすぎましたね。また私？安心して、今度はフミさんの鷹の目のスキルを皆さんに分担してもらいます。とはいえ、まだまだ焼け石に水ではなくて、これなら私のスキルの方が。は続けるべきだわ。あれ、そういえば楓さんは？さっき出てった。珍しいですね。ステトランセンデンスを毎日使っとったら体がもたん。リリのためでなかったら絶対やらんぞ。もしかしてグロッピー、私のこと心配してる？モユ様。これが2年間ヒュージと共にあったというのか。ここに来るときお父さんに買ってもらったものだから。じゃあ今度私の非番の日に。おさあ今日も張り切って参りましょう。急にどうした？腹でも壊したか？おい、ここのところ冷えますものね。ああどうしよう、明日にはリリさんの謹慎が解けちゃいます。そっか、リリの髪飾りをね。私も手伝いたい。え、いいの？早く見つけないと。一緒よ。だったらせめて落ち込んでいるリリのためにも何とかしたいと思うのはってことはないけど。でもご覧に…それはリサーチ不足。どういうことかしら、楓さん。どういうことだ？本物は2日目だか3日目だかに平までたばかっとったと。で、私が最初にそれを手にして夕べできたばかりの偽物。思いっきりしおりを巻き込んでるし。いえ、私は工作室をお貸ししただけで何をなさっていたか。ありがとう、楓さん。どっちを感じて嬉しい気持ちになれるから、私にはどっちも本物です。お礼を言われる筋合いはございませんわ。出演ゲルとして。お泣きなさい、リリ。今のあなたに必要なのは、あなたはできるだけのことをしたわ。さーて、どっから話したもんですかね。要点を。じゃあ一応、そんなことが可能なのか。詳しいことはまだ。ええ、ですが最後の契約者は川添君か。